山形県に発表されておりました大雨特別警報は5時50分大雨警報に切り替わりました。警報の発表状況を見ていきます。山形県の新庄市や酒田市などを対象に出ておりました特別警報は5時50分大雨警報に切り替わりました。ただ依然として山形県の広い範囲、さらに秋田県や岩手県、宮城県といったところには土砂災害警戒情報が発表中です。土砂災害警戒情報はいつ土砂災害が発生してもおかしくないという警戒レベル4に相当する情報となっております。特別警報から切り替わったとはいえ災害の発生するリスクは非常に高い状況が現在も続いております。皆さんの報告と雨雲の様子を見ていきますと、昨日のような組織的な活発な雨雲というのは見られなくなりましたけれども、依然として山形県、活発な雨雲が点在しているような状況になっております。こういった雨雲の下ではザーザーやゴーといった、強い雨の報告が届いている状況です。アメダスの降水の観測では1時間に5ミリ未満ということで雨の勢いはだいぶ落ち着いてはおりますけれども雨自体が完全に収まったわけではないといった状況が見て取れます。5時40分までの24時間の降水量は酒田市など庄内の北部から新庄市など最上地方にかけて400ミリ近い雨になっているといったところがあります。このエリアの7月の降水量の2倍近くにあたる記録的な大雨ということで雨がピークを超えた状態でも危険な状態はまだ続いております。黒い塗られたエリアというのは氾濫が発生した河川です。特にこの最上川中流では現在も水位の上昇が続いておりまして上流部で降った雨が集まることによって現在も水位が上昇しているところがあるといった状況です。雨が落ち着いたとはいえ氾濫の危険性が低くなったということではありません。依然として氾濫危険水位や計画高水位を上回っている河川というのが山形県を中心に多くなっております。この後も雨が落ち着いても増水した川などには決して近づかないようにしてください。また土砂災害の危険度も依然として高い状況で特に山形県の北部のエリアには危険度の高いエリアというのが大きく広がっているといったことになっております。雨が落ち着いた後に土砂災害が発生したりこの後の一時的な雨をきっかけにして土砂災害につながるといったケースも十分に考えられます。自治体の避難情報などに従って引き続き安全なところで過ごすようにお願いいたします。山形県に出ておりました大雨特別警報は大雨警報に切り替わりました。依然として災害発生の危険な状況は続いております。ウェザーニュースアプリで最新の情報などをご確認ください。